空間と時間の量子化。こんにちは、皆さん。今日の動画では、私たちの宇宙に関する最も基本的な疑問に挑む、ループ量子重力理論について探求していきます。一般相対性理論と量子力学という二大理論の統合を目指し、科学者たちはどのような挑戦を続けているのか、その背景にはプランク超という極めて小さなスケールでの現象が隠されています。一般相対性理論と量子力学の矛盾とそれを統合するための試みについて詳しく説明しています。マトヴェイ・ブロンスタインの初期の研究から、ジョン・ホイーラーとブライス・ドウィットの貢献、そしてループ量子重力理論の誕生と発展について説明しています。最終的に量子重力理論の重要性とその将来の展望についても触れていきます。それでは早速始めましょう。時空間の量子化。現代物理学の基礎には2つの重要な理論があります。一般相対性理論と量子力学です。一般相対性理論は宇宙の大規模な構造を理解するための理論であり、例えばブラックホールや重力波の研究において非常に重要です。この理論は空間と時間が重力によって曲がるという概念を中心に据えています。一方、量子力学は原子や素粒子のような微小なスケールでの現象を説明する理論です。量子力学は微小な粒子が持つエネルギーや運動の不確定性を取り扱い、原子物理学や素粒子物理学の基盤を形成しています。これらの理論はそれぞれの適用範囲では非常によく機能しますが、同時に適用しようとすると矛盾が生じます。一般相対性理論は重力を連続的な時空の歪みとして記述し、量子力学はエネルギーや運動が離散的な状態であることを前提としています。つまり一般相対性理論は時空の量子化を考慮しておらず、量子力学は曲がった時空を前提としていないのです。例えば宇宙規模での現象を理解するためには一般相対性理論が必要ですが、ミクロなスケールでの粒子の振る舞いを理解するためには量子力学が必要です。しかし、これらの理論を融合させることは、現在の物理学ではまだ達成されていません。具体的には、ブラックホールの内部やビッグバンの瞬間のような極限的な条件下では、両方の理論を同時に適用しなければならず、現在の理論ではこれらの現象を完全に説明することはできません。一般相対性理論と量子力学がそれぞれうまく機能する例として、月の運動や原子の運動が挙げられます。月の運動を記述する際には、月が非常に大きいため、量子効果を無視できます。逆に、原子の運動を記述する際には、原子が非常に小さいため、重力の影響を無視できます。しかし、ブラックホールの内部やビッグバンのような極限的な状況では、時空の量子効果と重力の両方を考慮する必要があります。このため、量子重力理論が求められているのです。量子重力理論は、時空を量子力学の枠組みの中で記述し、重力と量子力学を統一することを目的とした理論です。量子力学はミクロなスケールの物理現象を、一般相対性理論はマクロなスケールの重力現象を扱いますが、これらを統合するための理論が量子重力理論です。時空を量子化するとは、空間と時間を離散的な単位として記述することを意味します。一般相対性理論では時空は連続的で滑らかな曲面として表されますが、量子力学の観点から見ると、非常に小さなスケール、プランクスケールでは、時空も量子化されるべきと考えられます。このスケールでは、時空は連続的な局面ではなく、離散的な構造を持つことになります。現在の物理学では、一般相対性理論と量子力学の統合が未解決の課題として残っています。しかし、この問題を解決することができれば、私たちは宇宙の根本的な構造について、より深い理解に到達することができるでしょう。一般相対性理論と量子力学の間には、物理学における重要な矛盾が存在します。アインシュタインの一般相対性理論は、重力を空間と時間の歪みとして説明します。
この理論により、物理学者は重力場が時空の性質そのものであることを理解しました。しかし、量子力学は、ドーアやハイゼンベルク、ディラックらによって発展し、すべての物理的な場が量子的な性質を持つことを示しました。量子場は粒子のように振る舞い、確率に基づいて存在し、その振る舞いは観測や相互作用の中で具体的な形をとります。これにより空間と時間も量子的な性質を持つべきであるという結論に至ります。この問題が量子重力と呼ばれる分野です。2つの理論は個別には非常に成功しており、多くの現象を正確に説明しますが、これらを同時に適用しようとすると矛盾が生じます。例えば一般相対性理論は連続的な時空の中で重力を記述し、一方で量子力学は粒子的なエネルギーと運動を扱います。この矛盾を解決するためには両者を統合した新しい理論が必要です。歴史的に物理学ではこのような理論の統合が行われてきました。ガリレオとケプラーの物理学を組み合わせたニュートンは万有引力の法則を発見しました。さらにマクスウェルとファラデーの知見を統合することで電磁気の統一理論が確立されました。そしてアインシュタインはニュートン力学とマクスウェルの電磁気学の対立を解決し、特殊相対性理論を生み出しました。その後、一般相対性理論を導入することで、重力の新しい理解を提供しました。このように、対立する理論の統合は、物理学における新しい発見の原動力となります。量子重力の研究は、我々の認識方法を根本的に変える必要があります。例えば、アインシュタインが時空の歪みを理解したように、我々も量子的な時空を理解するために、現実の捉え方を刷新する必要があります。これには従来の概念を超えた新しい視点が求められます。量子的な時空を理解するための最初の一歩を踏み出したのはロシアの物理学者マトヴェイ・ブロンスタインでした。彼は量子重力の問題に関する先駆的な洞察を提供し、その研究は現在でも重要な基盤となっています。現在、量子重力理論の有力な候補としては、先に述べた通り、弦理論やループ量子重力理論があります。弦理論では、基本的な粒子を点ではなく、一種の振動する紐、弦として記述します。これにより、時空の量子化が可能になると考えられています。一方、ループ量子重力理論は、時空を離散的な構造として記述することで、重力と量子力学の統合を目指しています。どちらの理論もまだ発展途上であり、実験的な検証には多くの課題が残っています。このように量子重力理論の研究は物理学における未解決の課題を解決し、我々の宇宙に対する理解をさらに深めることを目指しています。プランク長さという最小の長さの発見。マトヴェイ・ブロンスタインはレフ・ランダウと青年時代からの友人であり、ランダウは後にソビエト連邦の偉大な物理学者となります。ランダウの研究仲間の中にはマトヴェイの方が優れていたと評価する人もいます。ランダウは量子力学が電磁場の記述を正しくできないという誤った予測を立てましたが、ボーアはそれを訂正し、量子力学を考慮しても電場などの物理的な場が正しく記述できることを証明しました。この議論に触発されたマトヴェイは同じ方法を重力場に適用しました。すると驚くべきことに、量子を考慮に入れると重力場を正しく記述できなくなることを発見しました。量子力学と一般相対性理論を統合する試みの一環として、ブロンスタインの洞察は重要です。これを理解するために非常に小さな領域を観察する状況を考えてみます。観察するためにはその領域に何か、例えば粒子を置く必要があります。しかし、ハイゼンベルクの不確定性原理によれば、粒子の位置と運動量を同時に正確に測定することは不可能です。この原理のため、粒子は特定の一点に止まることができず、高速で逃げてしまいます。粒子が高速で逃げることは、その粒子が高エネルギーを持つことを意味します。
アインシュタインの一般相対性理論によれば、エネルギーは時空を曲げます。したがって、小さな領域に大きなエネルギーを集中させると、時空は極度に曲がり、最終的にはブラックホールが形成されます。ブラックホールに吸い込まれた粒子は、外部から観察することができないため、小さな領域の詳細な観察は不可能となります。この結果、量子力学と一般相対性理論の統合には深刻な問題が生じます。すなわち、量子力学の枠内で非常に小さな領域を観察するために必要な高エネルギーは、一般相対性理論の枠内で時空を極端に曲げ、ブラックホールを形成してしまうのです。この議論は、量子力学と一般相対性理論を統合すると、空間の分割には限界があるという結論に至ります。つまり、あるスケール以下の領域では何も存在しないと考えられるのです。このスケールを計算することは簡単で、ブラックホールに吸い込まれずに済む最小の粒子の寸法を求めれば良いのです。そして、その結果は驚くほどシンプルです。プランク長は物理学における非常に小さな距離の単位で約10のマイナス35乗メートルです。この長さは我々の日常生活のスケールからはかけ離れており、宇宙の根本的な性質に関する議論で重要な役割を果たします。この距離は重力定数 G、高速 C、プランク定数 H といった基本的な物理定数から計算されます。具体的には、プランク定数を 2π で割った換算プランク定数 H バー、ディラック定数とも言うを使用して計算されます。プランク長は宇宙が誕生した直後や素粒子のサイズを理解するために用いられます。これは量子効果と重力効果が両方とも重要になるスケールです。このスケールでは現代の物理学が直接扱うことができない現象が起こるため、完全な量子重力理論の必要性が生まれます。プランク長は宇宙の始まりやブラックホールの中心にある特異点を理解する上で非常に重要です。これらの極限状態を探る際にはプランク長の理解が不可欠です。さらにプランク長を基盤とする理論としてループ量子重力理論が注目されています。この理論では空間自体がプランク長のスケールで量子化されたループや量子で構成されているとされます。つまり空間は連続的ではなく最小単位から成り立っているという考え方です。この理論は宇宙の最も根本的な構造を理解しようとする試みであり、極端な条件下での宇宙の振る舞いに関して新しい洞察を提供します。現代物理学の一大目標は量子論と相対論を融合させる統一理論の構築です。この理論は自然界に存在する4つの基本的な力重力、電磁気力、強い力、弱い力を1つの理論で説明しようとするものです。これまで重力はアインシュタインの一般相対性理論によって、他の3つの力は量子力学によって記述されてきましたが、これらを統合する試みはまだ完成していません。この統一理論の構築は宇宙の始まりやブラックホールの内部など極端な状況下での物理現象を解明する鍵です。また素粒子の本質や宇宙の構造に関する新たな理解を深めることも期待されています。量子重力理論や弦理論などのアプローチが模索されていますが、これらの理論から生まれる新しい概念や予測は未来の物理学の研究方向を指し示しています。ただし、量子論と相対論の統一だけが物理学の未解決問題ではありません。暗黒物質や暗黒エネルギーなど宇宙の大部分を占めるが、まだ正体が分かっていない物質やエネルギー、宇宙の膨張を加速させる未知のメカニズムなども含まれます。これらの問題への理解を深めることで、宇宙に対する理解はさらに全面的で深いものになります。物理学の探求は、こうした未解決の問題に光を当て、宇宙の根本的な法則を明らかにすることにあります。この壮大な探求は、私たちが宇宙を理解し、その謎を解き明かす旅の中心にあります。プランク長さ。プランク長は、次の数式で表されます。
この数式の右辺には自然界に存在する3つの定数が含まれています。ニュートンの定数 G は重力のスケールを規定し、光速 C は相対性理論の基本定数です。プランク定数は量子のスケールを規定します。これらの定数は重力、相対性理論、量子力学という3つの理論が関係していることを示しています。この長さを数字で表すと約10のマイナス35乗メートルになります。これは非常に小さなスケールであり、空間と時間の性質が変わる領域です。ブロンスタインは1930年代に空間を連続体として捉える限り、量子力学と一般相対性理論は両立しないことを示しました。彼の研究は空間と時間の概念を根本的に修正する必要があることを示唆しています。このスケールでは空間と時間が量子化されていると考えられ、従来の物理学の枠組みでは説明できない現象が起こります。プランク長は日常生活のスケールからは想像もつかないほど小さな距離の単位であり、約10のマイナス35乗メートルです。これを理解するために一粒のクルミの殻を宇宙のサイズまで拡大したとしても、プランク長は依然として見えないほど小さく、元のクルミの殻よりもさらに100万倍も小さいのです。この極小のスケールは量子力学と一般相対性理論が共存するための理論的な限界を示しています。プランク長さの単位の整合性は次のように確かめられます。換算プランク定数、重力定数、光速の単位は次のようになります。はじめの式の分子の計算、単位の整理、分子と分母の単位の計算、分数の計算を順に行い、最終的な単位がメートルであることが示されます。1930年代にマトヴェイ・ブロンスタインはこの問題に対して先駆的な研究を行い、空間を際限なく分割できる連続体として捉える限り、量子力学と一般相対性理論は両立しないことを示しました。彼は量子力学の原理を重力場に適用し、非常に小さな領域においてはこれらの理論が矛盾することを発見しました。先に述べた通り、非常に小さな領域を観察するためにはその領域に粒子を置かなければなりません。しかしハイゼンベルクの不確定性原理によれば、粒子は特定の一点に止まることができず高速で動き出します。これにより粒子は高エネルギーを持ち、アインシュタインの理論によって空間が大きく歪み、最終的にはブラックホールが形成されます。ブラックホールに吸い込まれた粒子は観察できないため、非常に小さな領域を観察することは不可能になります。これにより空間の分割には限界があることが示されました。ブロンスタインの研究はこの限界が量子力学と一般相対性理論を統合するための新たなアプローチを必要とすることを示しました。この研究は後の量子重力理論の基礎となり、現代物理学における重要な進展をもたらしました。マトヴェイ・ブロンスタインは物理学者として優れた業績を残しましたが、彼の生涯は政治的な困難によって悲劇的に終わりました。彼はレフランダウと共に共産主義の理想を信じ革命を支持しましたが、スターリン政権の下でその理想に失望し批判的な立場を取りました。このため1938年にスターリンの秘密警察に逮捕され、その日のうちに処刑されました。ブロンスタインはまだ30代でしたが、彼の業績は今なお物理学において重要な意義を持ち続けています。ブロンスタインの研究が示したように、量子力学と一般相対性理論の統合は我々の空間と時間に対する理解を根本的に変えるものであり、今後の物理学の発展において重要な課題であり続けるでしょう。量子重力理論の先駆者、マトヴェイ・ブロンスタインの早すぎる死の後、20世紀の多くの偉大な物理学者たちが量子重力の謎解きに挑みました。ポール・ディラックも晩年をこの問題に捧げ、彼が導入した概念や手法は現代の量子重力研究に多大な影響を与えました。ディラックの手法により時間のない世界の描写が可能になったのです。
リチャード・ファインマンもこの問題に取り組みました。彼は電子や光子に関する計算法を一般相対性理論に応用しようとしましたが、成功には至りませんでした。電子や光子は空間の中の粒子であり、粒子重力はそれとは異なる概念です。重力子を記述するだけでは不十分であり、量子化された空間そのものを記述する必要があるのです。量子重力のパズルを解こうとする過程で意図せず他の問題を解決し、その功績によりノーベル賞を受賞した物理学者もいます。例えば1999年にノーベル賞を受賞したオランダの物理学者ヘイラルトとホーフトとマルティヌス・フェルトマンです。彼らは核力の記述に利用される理論の有効性を証明した功績により受賞しましたが、元々の研究目的は量子重力に関連する理論の有効性を証明することでした。彼らの核力に関する研究は量子重力理論の検証を目的とした予行演習として行われたものでした。この予行演習が2人にノーベル賞をもたらしたものの、彼らの量子重力理論の有効性は結局証明されませんでした。量子重力理論の研究は今なお進行中であり、その解明は宇宙の最も根本的な構造を理解する鍵となります。現在の物理学では重力と量子力学の統一理論が存在しないため、これらの問題に対する理解はまだ完全ではありません。しかし過去の偉大な物理学者たちの努力が今後の研究の基礎となり、より深い理解へとつながっていくことは確かです。量子重力の謎に挑んだ物理学者たちのリストは非常に多くの名前を含んでいます。そのリストを見れば20世紀の物理学の名誉ある歴史が蘇るでしょう。しかし失敗の連続であったことを考えると、それは不名誉な歴史とも言えます。物理学者たちは長い間熱狂と失望を繰り返しながらも探求を続けてきました。その結果、数十年にわたり少しずつではありますが概念は明晰になり、技術と理解が進化していきました。この長い構築作業には多くの物理学者が関わっていました。彼らの貢献を個別に振り返ると、ただ名前を並べるだけの退屈な作業になりかねませんが、一人一人の努力がこの巨大な知識の構築に寄与しているのです。ここで特に一人の物理学者、クリス・アイシャムの名前を挙げたいと思います。彼は哲学者であり、物理学者でもあり、その研究を通じて量子重力の研究を長年にわたって指導してきました。彼の論文を読んだ多くの若い研究者たちが量子重力の世界に魅了されました。彼の論文は量子重力の問題がなぜ難しいのか、空間と時間の概念をどのように修正する必要があるのかを明確に説明しています。その論文は当時の研究者たちが探求していた全ての道筋を俯瞰し、見つかった成果と直面した困難を明確に描き出していました。空間と時間についての再考が必要であるという指摘はこの学生に強い印象を与え、その魅力は時を経ても薄れることはありませんでした。アイシャムのような物理学者たちの研究は量子重力の理解に大きく貢献しました。彼らの努力と知識の積み重ねが現代の物理学の発展において重要な役割を果たしているのです。量子重力のパズルを解くための研究は今なお続いており、未来の新たな発見への期待を膨らませています。ジョン・ホイーラーは量子重力の研究において他の誰よりも大きな貢献を果たした人物です。彼は100歳近くまで生き、20世紀の物理学の発展を逐一見守ってきた伝説的な研究者です。ホイーラーはコペンハーゲンでニールス・ボーアに師事し、やがてボーアの共同研究者となりました。またアインシュタインがアメリカに移住した後はアインシュタインとも共同研究を行いました。ホイーラーの教え子にはリチャード・ファインマンをはじめ優れた物理学者が多数います。彼は20世紀の物理学の中心に位置する人物と言えるでしょう。ホイーラーはブラックホールという名称を作り出し、それを広めたことで有名です。また彼の業績として特に知られているのは量子的な時空間の概念に関する研究です。
彼は極小のスケールでの空間概念の修正を要請する重力場の量子的性質に関するブロンスタインの論文を徹底的に読み込みました。そして量子的な空間についての思考を深め、その空間を相違なる幾何学図形が重なり合ってできた雲のようなものとしてイメージしました。これは量子としての電子が確率の雲として存在するのと似たものです。ホイーラーのイメージを具体的に理解するために飛行機から海を見下ろす場面を考えてみましょう。高高度から見ると海は平坦で滑らかな一枚の板のように見えます。しかし高度を下げると大きな波が見え、さらに近づくと波が砕け泡が浮かんでいるのが見えます。ホイーラーが想像した量子的な空間もこれに似ています。我々の通常のスケールでは空間は平坦で滑らかに見えますが、プランク長のスケールでは空間は細かく切り刻まれ泡立っているように見えるのです。ジョン・ホイーラーは量子重力の研究において他の誰よりも大きな貢献を果たした人物です。彼の独創的なアイデアと直感的な思考は現代の物理学者たちにとって貴重な財産となり、量子重力理論の発展に寄与しています。彼の影響力は今なお続いており、量子重力の謎解きに挑む多くの研究者たちにインスピレーションを与えています。1966年、ノースカロライナ州に住む若き同僚ブライス・ドウィットが重要なヒントを提供しました。ホイーラーが出張の際にローリー・ダーラム空港で数時間を過ごす必要があった時、ドウィットは空港にやってきて単純な数学的工夫を用いた空間の波動関数の方程式を披露しました。ホイーラーはこの発見に熱狂し、この会話から一般相対性理論の軌道方程式の一種が生まれました。この方程式を使えば特定の屈曲した空間が観察される確率を計算できると考えられました。ホイーラーはこれをドウィットの方程式と呼び、ドウィットはホイーラーの方程式と呼びましたが、他の研究者からはホイーラー・ドウィット方程式として知られています。この着想は素晴らしいもので、量子重力理論を構築する際の指針となりました。しかしこの方程式には多くの問題がありました。まず数学的な欠陥があり、計算を行うと意味のない無数の解が得られることが判明しました。またこの方程式がどのように解釈されるべきか、またその真の意味が明確でないという問題もありました。特にこの方程式が時間を変数に含まないことが大きな課題でした。時間の流れを考慮したいときに、この方程式をどう使うべきか、時間を変数に含まない物理学理論が何を意味するのか、研究者たちはこの問題に頭を悩ませました。数年間、量子重力の研究はこの問題を中心に進展していきました。方程式をよりよく定義し、その意味を理解するために、物理学者たちは試行錯誤を繰り返し続けました。ホイーラーとドウィットの研究は、量子重力理論の発展に大きな影響を与え、後の研究者たちにとって重要な基盤となりました。量子重力理論の黎明と発展。1980年代の終わり頃、量子重力理論の研究は大きな進展を迎えました。ホイーラー・ドウィット方程式の難問に対する解決策がいくつか見つかり、研究者たちは新たな洞察を得るために熱心に議論を展開しました。特にニューヨーク州のシラキュース大学に在籍していたインド出身の物理学者アベー・アシテカが、ホイーラードウィット方程式をより単純な形に書き換えたことが大きな突破口となりました。その後、アメリカ出身の物理学者、リー・スモーリンは、メリーランド大学のテッド・ジェイコブソンと同時期に、この方程式の奇妙な解を予見しました。この解は、空間内の閉じられた線、すなわちループが方程式の解に影響を与える性質を持っていました。これによりループを計算の対象とすることで、ホイーラードウィット方程式の解を求めることが可能になったのです。この発見を契機にループ量子重力理論の基礎が築かれ始めました。この理論は空間を構成する基本単位としてループを採用し、時空の量子化を目指しています。
ループ理論という名称は、この閉じられた輪、ループに由来しています。この理論に基づいて、多くの研究者たちが一貫性のある理論体系を構築しようとしています。現在、ループ量子重力理論は世界中で研究されており、中国、南アメリカ、インドネシア、カナダなど多くの国々で数百人の科学者がこの理論に取り組んでいます。優秀な若い研究者たちがこの分野に貢献しています。ループ理論は現代物理学の基礎研究における主要な方向性の一つとされ、多くの研究者がこの理論を最も有望とみなしています。プランク長は約10^-35乗メートルという極めて小さい単位であり、宇宙の謎を解明する鍵を握っています。この微小なスケールでは、現代物理学の標準理論だけでは説明できない現象が起こるため、量子重力理論のような新しい理論が必要です。このスケールでの物理現象を理解することは、宇宙の誕生、ブラックホールの性質、宇宙全体の構造といった根本的な問題に対する新しい洞察をもたらします。ループ量子重力理論や弦理論はプランクスケールでの現象を記述しようとする代表的な理論です。これらの理論は時空の構成や重力と他の自然界の力、電磁気力、強い力、弱い力の統一に関する新たな理解を提供する可能性を持っています。例えば、量子コンピュータや量子通信といった新しい技術は、量子力学の原理を応用したものであり、プランク長での物理法則の理解が進むことで、さらなる発展が期待されます。また、新しいエネルギー源の発見も、極小のスケールでの物理理解が進むことで、実現可能になるかもしれません。ループ理論は、現代物理学の基礎研究における唯一の方向性ではありませんが、多くの研究者がこの理論を最も有望とみなしています。この理論が開く新しい世界のパノラマは非常に奇妙であり、理解するには一筋縄ではいかないものです。ループ理論の研究は物理学における新たな視点を提供し続けており、その奇妙な魅力と可能性に多くの研究者が引き寄せられています。プランク長は約10^-35乗メートルという極めて小さい単位であり、宇宙の謎を解明する鍵を握っています。この微小なスケールでは、現代物理学の標準理論だけでは説明できない現象が起こるため、量子重力理論のような新しい理論が必要です。このスケールでの物理現象を理解することは、宇宙の誕生、ブラックホールの性質、宇宙全体の構造といった根本的な問題に対する新しい洞察をもたらします。ループ量子重力理論や弦理論はプランクスケールでの現象を記述しようとする代表的な理論です。プランク長での物理法則の理解が進むことでさらなる発展が期待されます。いかがでしたか？ループ量子重力理論の世界についての理解が少しでも深まったでしょうか。この理論は私たちが知る宇宙の根本的な謎を解明するための重要な一歩を提供します。一般相対性理論と量子力学という2つの偉大な理論を統合しようとする試みはまだ完全には成功していませんが、科学者たちは日々新たな発見を続けています。これからも私たちは宇宙の謎を解き明かすための旅を続けていきます。新しい理論や技術がどのように私たちの理解を深め、未来の技術革新につながるのか、その可能性は無限大です。今回の動画が皆さんの知的好奇心を刺激し、さらに深く探求するきっかけとなれば幸いです。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。